今回は、折れない人とは、というお話です。折れない人とは、1、自分のやり方、考え、企画などにこだわる人。2、自分の成功体験から離れられず、いつまでもそれを繰り返す人。3、自分の理想だけを大あげく、人が離れていくリーダー。4、わからない、と言えない人。折れることは、自分を変えるための、初めの一歩である。折れることを積み重ねていくと、いつしかふと振り返れば、周りの環境や人間関係が、好転していることに気づくはずである。そして自分を見つめてみると、自分の人としての器が大きくなったり、人間としての幅が広くなったりと、自分でも変化に驚くはずである。折れる力。流された方がうまくいく。吉田照之著。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。チャンネル登録、コメント、いいねをいただきますと、今後の励みになります。